クーピーさん、実は昨日前乗りされてるということで、ね、クーピーさん、はい、このインディー実際に、ありがとうございます。さっき雨が降ってどうしようかと思いましたけれども、皆さんは晴れ男晴れ女ということで、いやおかげさまでですね、今は穏やかな、スタートというふうになりました。どうもクーピーチャンネルです。今日は奈良県からやってきました。タックさん、はい。車乗り換えました。車乗り換えはちょっとねマイクが遠いんですけど、車乗り換えてさっきね午前中はクーピーさんこの中から言ってくれた。さあ、今日はどこから出てきてくれるんでしょうか。早速ご登場いただきましょう。クーピーさん、拍手でお迎えください。さあ、クーピーさんはどこにいるのか。車を乗り換えたと言ってました。あ、見てさあ、クーピーさんちょっと受けてます。クーピーさんちょっと受けてます。子供が見えないってちょっと怒ってますけど、さあ拍手でお願いします。すみません、真ん中ちょっと上げていただけますね。すみません。いや、すごい、すごいことじゃないですか。すごいってなってね。大丈夫ですか、いけました。大丈夫かった人。いや、タックさんがあれば向こう防弾行ってくださいってなって、はい、大丈夫でしたか。すごいって僕のせいでやめてくださいよ。いや、でも良かった、面白かったです。トークショースタートでございますけれども、ちょっとね、ごめんなさい、11人のお客さん、ちょっと話かぶっちゃうんですけど、クーピーさん、実は昨日前乗りされてるということで、ね、クーピーさん、はい、このインディー、実際にここで車中泊して、動画も撮って、それの明けで、ここで昨日、焼きビーフを作りました。そうなんですよ。実はクーピーさんは史上初だと思うんですけど、キャンピングカーショーの会場に前乗りして一人でここで車中泊したんです。ええでしょ。警備員のおっちゃんと喋りながら。ねえ、
本当っすよ。警備員のおっちゃん、なんかバイトがあって、それ終わってからすぐ来てしんどいわって言ってました。めちゃめちゃ仲良くなってきた。そう、で、史上初、キャンピングカーショーの会場で車中泊ということで、それも動画になるんですよね。はい、これも2週間後ぐらいで多分できると思いますんで。夜中がすごい、もう街灯も全部消えちゃって、本当真っ暗で怖かったっす。トイレが怖かったです、やっぱりね。はい、昨日はそれで車中泊をしたということで、クーキーさんの車中泊最近でも忙しいから行けないんじゃないかなと思って。そうですね、前回のキャンピングカーショーの方が、まあ、ノルウェーまでの時もいつもインディで行って、あの車中泊して、あ、福岡で2週間前の、あ、そうですね、はいはいはい、ご一緒させていただいたんですね、福岡でやってみます。こういうなんか来てある時にちょうどインディで来れるんで、ノルウェーも一緒に作ってもらうんですね。いやー、すごいんだな。クーキーさん、今キャンピングカー買われて2年ちょい。はい、2年ぐらいですね。どうですか、キャンピングカー買って楽しいですか？そうですね、めちゃくちゃ楽しいですね。なんか行動範囲が広がったのと、あとはそのキャンピングカー乗っている方がすごいなんかつながりっていうんですかね。なんか公開とかも多いし、なんかキャンピングカー乗っている人同士で仲いいんですよね、みんな。そうですね、うん、それはあると思います。じゃあ、すみません、クーピーさんと僕、二人ともチャンネル登録してるよっていう人。お父さんしてないよ。してないんですか？ちょっとじゃあ、無住所に僕の写真送りますんで、後で住所交換しましょう。なんで？ルーマルさんでした。違うわ。やめてよ。さっきね、見つけてしまったんですよ、僕は。さあ、本日、もう一方です。スペシャルゲスト。お越しいただいておりますので、この後ご登場いただくんですが、一つだけお約束を皆さんとさせてください。この後出てくるゲストに関しましては、まあ、トークの時は、高校にいる間に皆さんが勝手にお写真撮るのはトーク。トークなし。あ、本人に聞かれた。そうですね。なので、基本、写真は NG。カメラも全部 NG なので、皆さんすいません、一回カメラちょっと下げていただいていいですか？